ニバスのバックプレーンとニバス対応基盤ニバスはデジタルイクイップメントコーポレーションが製造した PDP-11 や初期のバックスで使用された初期のバス技術の一種。ニバスは72本の信号線から構成される。電力供給線と設置線を除くと56本の信号線から構成されている。バックプレーンやケーブルの形で存在する。 一つの2バスセグメントには最大20濃度のデバイスが接続可能で、セグメントとセグメントをバスリピーターで接続することもできる。このバスは完全な非同期で高速なデバイスと低速なデバイスの混在が可能である。バス調停のオーバーラップが可能であり、現在のバスマスターがデータ転送をしている間に調停を行うことができる。 アドレス信号線は18本であり、アドレス空間は最大 256KB となる。PDP-11 アーキテクチャでは、先頭 8KB がメモリマップされた I-O デバイスのレジスタ用に予約されていた。システムが必要とする冗長な論理回路を最小限にするよ意図的に設計されている。例えば、スレーブデバイスは、 マスターデバイスよりも多いのが通例である。したがって、非同期データ転送を行うためのロジックは、少数のマスターデバイスだけが持つようになっていた。割り込みに関しては、インターラップとフィールディングプロセッサーだけが複雑なタイミング回路を装備した。結果として、多くの I、オーコントローラの回路は非常に単純化され、重要な回路はカスタム集積回路化された。 18A00A17 アドレス。16D00D15 データ。4BR4BR7 バス要求。優先度4から7。4BG4BG7 バス応答。優先度4から7。1NPR 非プロセッサ要求。1NPG 非プロセッサ応答。1黒 AC ロー。1ダクロ DC ロー。1マシンク。 マスターシンク。イチスシンク。スレーブシンク。イチブジー。バスビジー。イチサック。セレクションアクノーレッジ。イチイニット。バスイニット。イチインアから割り込み要求。1PA パ,パリッティ制御。1PB パリッティ制御。2C0C1。サイス。コントロールラインズ。2プラス 5V 電源。14GND 設置。2本の制御線は、 以下のような4種類のデータ転送サイクルを選択可能とした。ありがとうございます。